ラウル・バルデス・ソルビオは、キューバ・ハバナ出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。1998年から、国内リーグ、セリエ、ナショナルデ・ベースボールのラ・ハバナでプレー。後に、ドミニカ共和国に亡命する。2004年3月31日にシカゴ・カブスと契約。2006年5月17日に放出された。その後、カナディアン・アメリカンリーグのナシュア・プライドとニュー,ダージー。 ジャッカルズでプレー。11月10日にニューヨークメッツと契約。2007年は A-9 セントルーシーメッツと AA 級ビンガムトンメッツに在籍した。10月29日に FA となった。2008年はリーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナのヒガンテスデルシバオとリーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのナベガンテスデルマガリアーネスで在籍した。 ニューヨークメッツ時代2010年3月27日にフルス・メッツと契約。参加トリプル A、バッファロー・バイソンズへ移動となった。その後、メジャーに昇格した。4月11日のワシントン・ナショナルズ戦でメジャーデビュー。5点ビハインドの6回から2番手で登板し、2回を無失点に抑えた。11月6日に FA となった。 2010年11月19日にセントルイスカージナルスと契約。2011年8月12日にディーフとなった。2011年8月16日にウェーバーでニューヨークヤンキースへ移籍した。18日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースへ降格した。10月11日に FA となった。 2011年11月10日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2012年は開幕をトリプル A 級リーハイバレー・アイアンピックスで迎えた。5月11日にフィリーズとメジャー契約を結んだ。2013年10月2日にウェーバー工事を経てヒューストン・アストロズへ移籍した。2014年3月27日にディーフとなり、 4月2日にトリプル A 級オクラホマシキレットホークスへ降格した。4月17日にアストロズと再びメジャー契約を結んだ。昇格後は8試合に登板し、防御率12.27と結果を残せず、5月4日に再びリーフとなり、5月6日にトリプル A 級オクラホマへ降格した。2014年5月19日に後日発表選手とのトレードで、 トロントブルージェイズへ移籍した。この年は、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレー9月29日に、FA となった。対談後は、ドミニカ共和国のリーガでベースボールプロフェッショナルデラ、レプブリカ・ドミニカーナに参加し、トロスデル・エステでプレーした。12月1日までに6試合に登板し3勝1敗。リーグ2位の防御率1.89を記録した。 2014年12月15日に中日ドラゴンズと契約を結んだことを発表した。2015年3月28日の阪神タイガー,アース戦で初登板を果たした。その後は援護に恵まれず勝利できなかったが、5月19日の広島東洋カープ戦で10度目の先発登板にして初勝利を記録した。この年は22試合に登板して5勝8敗と、 苦しんだが、防御率3.18と特別不振というわけではなかった。2016年は怪我などで出遅れたが、20試合に、当番し6勝7敗、103奪三振、勝率、462、防御率3.51、失点54、自責点49の成績だった。この年も規定投球回には到達しなかったものの、来シーズンも残留した。 2017年はチームが開幕から19試合連続で先発が未勝利という状況の中、4月23日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で8回を投げて無失点の高騰を見せ、1回表に上げた1点を守り切り勝利投手となった。これがチームでは開幕20試合目での先発初勝利となった。同年は初のオールスターゲームに出場した。 9月25日にまだシーズン中ながら母国ドミニカ共和国に帰国。球団は契約更新をしないことを発表した。現役引退はすることなくドミニカ共和国のウィンターリーグに参加する。2018年4月3日にメキシカンリーグのサルティオ、サラペメーカーズと契約した。2019年はティフアナブルズと契約。東京オリンピックのドミニカ共和国代表に選ばれる。 スリークォーターから平均球速時速 133.6km のフォーシーム、平均時速 118.7km のスライダー、平均時速 119.2km のチェンジアップを投げ分ける。投球テンポが非常に速い。また、一見すると球速がないだけの投手のようにも思えるが、コントロールが非常によく、見逃し三振の多さも特徴である。なお、実際の球種は、 フォーシーム、ツーシーム、カーブ、チェンジアップの4球種で、日本でスライダーとして扱われているものは、MLB の記録ではカーブであり、握りやリリースの瞬間を見てもカーブだと見て取れる。来日1年目の2015年は、なかなか勝ちに恵まれず、初勝利まで9度の先発登板で8度の QS を達成していたものの、登板時の平均援護率が1.91と極端に恵まれず、 勝利投手の権利を持って降板した試合も終盤にリリーフが逆転されることが多かったが10度目の先発登板となった広島戦で7回に失点と高騰し初勝利を収めた。これに対しバルデスはヒーローインタビューで本当に皆さんありがとうございます。なかなか勝てなくても応援してくれてありがとうございます。と答えた。また疲労の回復が早く 2017年は開幕第2戦に登板した後、14日での登板を2試合連続でこなしている。開幕から一気にスパートをかけてくる選手でもあり、シーズン序盤から中盤にかけては安定した投球を見せるが、秋口に入ると突然不安定になる傾向が2015年シーズンから続いている。祖国キューバからドミニカ共和国へ亡命するまで5度失敗し、 数週間の刑務所暮らしを経験している。6度目の試みでようやく成功するも、その代償として実刑が10年間刑務所に収容されてしまった。ありがとうございます。